自分にしがみついても何もないってわかっていたよ。だけど諦められずにいた。だからこうしてここにいる。伝えたいことたくさんあるから。 Beautiful life。 僕らは汚れた心をどこかに持ってる。そうでしょ。 Beautiful life。 それでも輝いていたい。あなたも私もそうでしょ。続いてゆく空、目を閉じれば聞こえてくる歌が、僕らを支えてくれるから。風に吹かれどこまでも、誰かに必要とされたい。あなたにはもっと愛されたい。この声が枯れるまで叫び続けた。
先見て
の席も温かい言葉もあなたの声が響くこの歌が誰かの日々を照らすここにある光ここにあるありがとう太陽さ無用手を伸ばして今その先に夢つかむ君が震えている僕らがいつでもここから見ているからさよならはまた会えることは信じている向こうで検討って言ってくださいお手を拝借あちパンパン検討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 
盛り上がっていきましょう。責めたりはできないよ。苦手なこと苦手だっていいよ。ただ諦めないで前だけを向いて歩こう。君の言葉、君のその声で聞かせてよ。大切な当たり前なこの時を僕は歌ってゆく。ありふれた言葉だけど僕たちは今ここで叫んでいる。変なことを言えただけやればいい。誰も君のこと責めたりはできないよ。苦手なこと苦手だっていいよ。ただ諦めないでやれるだけやってみよう。僕の声が君のその一つになればいい。わが前な当たり前なここにある愛を歌って、ありふれたメロディーで僕たちはこの心叫んでいる。ピカツチ、同じ2回の歌ってしまいましてごめんなさい。今度またライブで聴かせてなれたらいいなと思います。はい、今どれぐらいの方が見てくれているのでしょうか。ありがとうございます。お初の方もいると思います。ミキです。ユニオンフィールドのミキッペと今ことミキです、はい、ありがとうございます。じゃあ、そうですね、次の曲は、まあ、私はですね、5月に本当は向こうへ行く予定でいたんですけれども、ちょっとこの状況で延期になったということで、その前に、まあ、上京するって決まってたので、いつも見に来てくれてるお客さんとか応援してくれてる方々とかに向けてなんかこう曲を残したいなと思って、書いた曲を、やりたいなと思います。まだしばらくちょっと札幌にはいますけども、
皆さんに届けばいいなと思います。聞いてください。ジニア。心に入りましたが、次の曲で、最後になります。
いつも周年毎年ですね、最後にアニバーサリーセッションっていうところがあったんですけども、まあ、今回はなしということで、いつも自分が挨拶をですねいつもさせていただいてるんですけども、締めので、まあこのあと中浜さんから改めて挨拶があるんですが、私の方からも少しだけ、皆さんに、お届けしたいなと思います。まずはですね、今回ホーム 6.9 ということで配信ライブ、協力してくださった各会場の皆様、そして PA さん、照明さん、あと配信のスタッフの皆さん、本当にですね、私たちだけではこんな大規模な、ね、配信フェスは本当にできなかったなと思っています。本当に皆様のお力で、ここまで来れたなと思うので、今日一日ね、まあ、トラブルも何個か昨日も今日も、ね、ありましたけど、でも無事に終わることができたのも本当にスタッフの皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。そして出演してくださった2日間ですね、演者さん、会場の中、会場の外でもたくさんの演者の方々が配信に協力してくださいました。本当に見に結構いろいろね見に行ったりもしてたんですけど、会場外の方もですね、何回かこう一生懸命見に行ったりしていましたけども、本当に皆さんの素晴らしいライブをしていただいて、本当に私もすごく感動しました。はい、本当にありがとうございます。それから、今日と見てくださった、お客様、本当にありがとうございます。ね、配信ということで画面の向こうでね、たくさんこう携帯を用意したり画面を用意してね、皆さん思い思いに見てくださっていて、自分は SNS でずっとこう追いかけてたんですけど、まあ、YouTube も見たりしてて、本当に皆さん楽しんでいただいている様子がすごい伝わってきました。本当にありがたいことだなと思います。投げ銭の方も本当に、あとご支援、ね、していただいている皆さんも本当にありがとうございます。はい、そうですね、本来でしたらホーム7という形だったんですけども、そう、周年はいつも毎年1年ぐらい前から準備をしていて、で今年に入ってからもうなんか大丈夫かなって感じだったんですけど、まあこんな状況になるとは思ってなかったので、普通にまあ大丈夫でしょうっていう感じで中浜さんともスタッフともみんなで用意していて、でそれがもうあれよあれよという間にこの状況になってしまって、で私たちも配信ライブに切り替わるっていうのの決断が少し遅かったのもあってですね、飛行機取ってくださったりとかホテル取ってくださったりしたお客様には本当に申し訳なかったなと思います。本当に申し訳なかったです。配信ということで切り替わって、で演者さんの方にも本当にご迷惑をおかけしたなと思うんですけど、本当に皆さんですね、優しくいつも毎回大丈夫ですよ、頑張ってくださいとか声をかけてくださっていて、でもお客さんもみんな楽しみにしてるよって言ってくださったりして、本当に感謝だなと思います。で私たちもちょっと悔しい思いはもちろんあるんですけども、なんかここまで準備してきたものがやっぱり皆さんと一緒に迎えたかったっていうのがあったので、ちょっと悔しい思いもありますけど、まあでも仕方がないと思って、でもう急ピッチでいろいろ準備しましたが、本当に助けてくださった皆さんにも本当に感謝ですし、本当に支えてくださった皆さんに本当にありがとうございました。でライブハウス本当にね、スタッフさんがいて、お客さんがいて、で私たち演者がいてっていうその空間をねがやっぱり好きだから、またみんなでねいつかこう落ち着いたら
会いたいなって思いますし、その時は皆さんももう心ゆくまで音楽を楽しんでいただいて、それまでは、まあ、配信ライブというものが多くなってくると思うんですけども、とても配信も素晴らしいものだと思いますので、ぜひですね、ユニオンでも配信なこの今後ねちょっと増えていくと思いますけども、ぜひ見ていただけたらなと、無理をしない程度に見ていただければなと思っています。はい、でそうありがとうセブンなんですよ、周年なんです。で7周年でコンピレーションアルバムをですね、作ってました。ありがとうセブンというですねコンピレーションアルバム15組の演者さんが参加してくださって、今日主にそのコンピに入ってるね演者さんがみんな演奏してくださって聞いたかなと思います。本題でしたらここで直接ねありがとうございますって言って渡したかったんですけども、一応通販の方でも買えますし、今後演者さんからも買えるようにはなっているので、ぜひ手にしていただければなと思います。本当にありがとうという気持ちがいっぱい詰まっていて、そう私も一曲書き下ろしさせていただきました。私本当に今月でいっぱいでユニオンをですね辞めるっていう予定でしたけども、予定で、今日の7周年が最後のお仕事になるはずでした、はずでしたというかで、今後はちょっとまだ未定なんですけども、なんかその最後だからっていう気持ちを込めて、この次に最後にやる曲を書きました。本当にお客様 と、スタッフさんとか出演者の方とかとの、ユニオンとの私と皆さんとの思い出を書いたつもりです。聞いていただいて、ユニオンフィールのことこれからも応援していただけたらなと思っています。私この後終わった後ね仲間さんが挨拶してくれますので、最後までですねちょっと動画を見ていただけたらなと思います。まずはそう最後に歌えるのかなこれ大丈夫なごさん、はい、最後は笑顔でいきましょう、そうですね、で最後本当に皆さん本当にありがとうございました。2日間本当に本当に皆さんありがとうございました。最後にコンピレーションアルバムに入れた、ユニオンデイズという曲を聴いて、お別れしたいと思います。本当に2日間ありがとうございました。辿り着いたこの場所で今日はどんな音が鳴るの、初めからうまくなんていかなかったね、だけど今じゃこんなにもたくさんの誰かの思い出の中、色あせないように輝き続けていてほしくて、ありがとう、これからもずっとこの言葉のやる方へ、僕らは歩いてゆく、ありがとう、この街で君と出会えたから、忘れないよ、いつだってそばにいる、過ぎてゆく日々の中で僕たちは変わってしまうことも受け入れて、新しい日々の中へ、だけど笑い合ったあの夜が僕の居場所だから、そうだよ、いつだって僕らは歌い続けた。
場所でまた会おう。悔しくて泣いた日も、例えば嬉しくて笑い合う日も、僕らは忘れたりはしない。あなたが寂しくてやりきれない夜は、ありがとう、これからもずっとあの言葉のなる方へ。僕らは歩いてゆく、ありがとう、この街で君と出会ってから、忘れないで、いつだってそばにいる小さな